な、元気にしてる？いつもワイワイ元気なワイコだよ。今日はね、またまたすごいよ。ティートーンっていう若くてマッチョな男性のオカリナ集団。このグループと一緒にやるよ。めっちゃね、上手な人たちなんだけど。で、この話、舞子に話来たんだけど、舞子が絶対舞子やった方が面白いからやってきなって言ったの。で、舞子、あ、なんか男の人ばっかりだったら行く行く、なんか合コン見てじゃんって言ったら、ね、今ね、舞子のアメリカ留学時代の友達で、世界の歌姫、マイドンナが日本に来てるの。で、マイドンナ、行く行く、なんか日本の合コン行ってみたいもんって言うから、一緒に共演することにした。で、パートナーにって聞いたら、舞子が AC 缶だけど、なんかね、あんたはパプリカンで、で、あと、マイドンナはロング缶で吹いてって言うから、なんか意味わかんないけど、とりあえずやってくるね。ということで、パプリカ、スタート！1、2、3、4。でもさ、なんか完全に毎度なれ合コンだって思ってるよね。なんかずっと最初から最後まで飲んでたじゃん。なんかロング缶なんか一回吹いてただけじゃない？もうさ、ほんとなんかムカついちゃった。でさ、知ってる今、ティートーンがなんか打ち上げ行こうって言ったら、もう、はいはいってさ、ついてっちゃってんの。もうなんか喉乾いちゃった私も。ということで、次回もまた見てね。じゃあ